皆さんこんにちは、みのりんです。恐縮ながら初めて自分が普段着ている服を公開していきたいと思います。結構ねコメントでその服どこで買ったんですかとか服紹介してくださいっていうのをたくさんいただいているので、まあ、美容系でもないですしモデルさんでもないのでこんな私のファッション動画ですが見ていただけたら嬉しいです。ちょっとでもこういった動画面白いなと思っていただけたら嬉しいので、それでは早速始めていきましょう。まずこの服も可愛いっていうコメントをたくさんいただいたんですけども、これは1年以上前にビズリサさんで購入しましたが、もう結構前なのでもう今は売ってないんじゃないかなと思います。ただ似ている服は今も売っているようなので、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、じゃあまずご紹介するのがこちらのチェックのトップです。これはココディールで買いました。これねちょっと長めなのでワンピースっていうまでにはいかないんですけど、太もものところまでいきます。この下にこちらまたココディールですが、ふわっとしたシフォンっぽいスカートを合わせてみました。もう両方ともふわっとしちゃっているので、ちょっと腰をキュッとさせるためにこちらのベルト腹巻きフリルなので可愛いんですけども、腰がキュッて締まるので全体的に締まる感じになります。このベルトはすごくおすすめなので皆さんもぜひぜひ見てください。全部合わせるとこんな感じです。はい、で次紹介するのがこちらの白いトップスです。肩にこうやってフリルがついてるのが可愛いですよね。だんだん暑くなってきたのでこういった肌が出る服とか最近着るようになってきました。これはティッティ&コかな、違った、こちらはシークレットハニーです。この上にもワンピースを着ると可愛いかなと思うので、こちらのチェックのワンピースを合わせて着ることにしてみました。こう横に袖っぽいのがついていて、こうやって前で縛る感じが可愛いなと思います。合わせてみるとこんな感じです。まあ、こちらはいろんなワンピースのインナーとしても可愛いと思って、こちらもシークレットハニーさんのワンピースです。胸がね貝殻っぽくなっているので可愛くてつい買っちゃいました。後ろはこんな感じでこうやって後ろ結べるのがすごくすごく気に入っています。私全体的に小柄でフリーサイズの服とかワンピースって長すぎたり大きすぎたりしてちょっと合わなかったりするんですけど、こうやってね肩紐とか後ろで調節ができると小柄の私でも着れちゃうのでおすすめです。こういう服ではねこう貝殻のアクセサリーとか一緒につけるとより可愛くなるんじゃないかなと思っています。はい、でお次がこちらのチェックのチェックのワンピース多すぎ、ちょっと透けているドレスです。これはねティティ&コーかな、ティティ&コーです。黒いインナーがついてきますので中は見えないので安心してください。ベルトもついてきます。ちょっとねお姉さんっぽい感じになるので気に入っています。この服だと赤いバッグとか赤いリップとか赤いアクセサリーが合うんじゃないかなと思っています。ちょっと大人っぽいのでおデートとかいいんじゃないでしょうか。あ、そうそう、このベルトのいいところはですね、後ろにたくさんパッチン止めがあるので自分の好きな長さに調節することができます。もちろんこのベルトも可愛いんですけど、ココディールさんのベルトとか他のベルトをしても可愛いと思います。ので色々と着回しができそうです。私が何度ももう動画で着ている服です。こちらピンクのシャツですね。これね後ろが可愛いんです。じゃじゃん、後ろがねこうやって結べるんです。背中がねこうやってパックリと割れちゃうので中ではいつもタンクトップ着てます。これを本当にコメントで何度もどこで買ったか教えてくださいっていうリクエストが多くって、これはリリー・ブラウンさんで購入しました。リリー・ブラウンさんはねちょっとレトロだけどもちょっと未来っぽくって可愛い服がたくさんあるんですよね。しかも生地がいい、お高いんですけど、まあ、その分の価値があるって言いますか。こちらのスカートもよく合わせて着ています。動画では何十回も着たと思いますが、こちらもリリー・ブラウンさんです。このスカート本当にいい、もう生地が超しっかりしているのでベルトがついていて腰がキュッと締まるので合わせてみるとこんな感じです。じゃじゃん、この服は最近の中でも一番着てるんじゃないでしょうか。最近のお絵かき動画とかでは必ずこれ着てたような気がしますが、こちらもリリー・ブラウンさんです。細かいビーズとかがすごく綺麗で
気に入ってます。こちらのスカートと合わせてよく着ています。でこちらのスカートなんですけど、最近流行ってるんですかね、似たような形のスカートがたくさんあるのでいろいろと買っちゃいました。はい、ではマトリョーシカ方式でご紹介したいと思います。マスタードイエローのイングのスカート、そして次はこちらの紺色のスカートです。このスカートはですね、右にポッケはあるんですけども左にポッケがないんですよね。ここで初めて気づいてちょっとびっくりしています。で、まだまだあります。最後はこちらのピンク色のスカートです。その時の気分とか天気で色とか長さを決めて着回しています。で、最後に紹介するのが、なんかコメントで前待ち針がいっぱい刺さってるみたいって書かれたんですけど、うん、見えるすごい透けてはいるんですけども、この下に着れるインナーがついてくるので安心です。これね、スカートもあるのですごい可愛いんですよ。上下で着てみるとこんな感じです。ただ結構なんて言いますか、カジュアルではないので、まあ、普段としては着ないかなとは思います。なんかね、おデートとかパーティーとかほんのちょこっと大切な時に着てみたいなと思って買ってみました。ただね、予定がないので着れてないです。はい、というわけで以上が私のガチ私服の紹介です。まあね、結構私が好きな系統が多かったんじゃないでしょうか。チェックとかチェックとかシフォンとか、皆さんはどのブランドが一番好きですか？ぜひぜひコメントください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。